福島のソウルフードの一つしみ天が今日からここ福島駅西口で販売されるということで、オープンからずっと行列が続いています。外はカリッと、中はふわふわのドーナツ生地、そしてもちっとしたしみ餅の食感が楽しめるしみ天。お茶にもコーヒーにも合う福島発祥のお菓子として県民に愛されています。ではしみ天いただきます。うん、生地はほんのり甘くて、中のしみ餅はもう弾力感たっぷりですね。このコラボレーション最高です。しみ天はおととし3月、製造会社が事業を停止したことにより提供が一時中断されましたが、福島市にある木下コーポレーションが製造方法などを引き継ぎ販売を再開しています。これまでにも国見サービスエリア下り線や郡町の伊達工場で販売し人気を集めていました。今日オープンした福島駅西口の店舗では、揚げたてのしみ天をより多くの人に楽しんでもらおうと、1グループにつき10個限定で販売しています。便利なところにできたなと思って、朝から来ました。初めて今日食べる感じです。甘いの大好きなので喜ぶと思います。もう1年くらい食べれないのかな。ほいで遠くにあったんだけど、遠くまで行くのもちょっとあれだから、近くに今度オープンしたっていうから利用したいと思います。しみ天を待っててくださっていた皆様にも、また初めてのお客様にも、ぜひたくさんの方にお召し上がりいただけたらと思っております。木下コーポレーションによりますと、今年の秋にはいわき市内でもしみ天を販売する予定だということです。